できた。こんばんは。ただいまです。いや申し訳ない、こないだ昨日だっけ一昨日だっけやるって言ってたのにごめんね、予定がやろうと思ってた時間まで長引いてしまってちょっと予定が変わっちゃってできなくなっちゃって、今日も仕事が終わって帰ってきたばっかで、ご飯は食べたよ。すごい罪悪感だったね、すごい約束破っちゃったと思って、え、申し訳ない。そうなんですよね、そう、デートの日中止になっちゃって、私もさロゴ書いてたからさ、まあ、きっと、まあ、今回はこのデートの日はコンセプトががっちりおしゃれ祭りっていうおしゃれ祭りってなんだっていう感じのコンセプトがきっちり決まってたから、私が書いたロゴもちょっとそれっぽくあったんだけど、まあでも8月8日じゃない、く8月8日にやらなくても形は変えてきっといつかやるから、その時に私の書いたやつもまたちょちょっと直して、またその時にそうみんなに見せられたらなーと思ってる。そう書いてたの、だから日付とか分かんない、コンセプト変わったらまたそれ用に変わるかもしれないんだけど、今回のこの8日にやるイベントはなくなっちゃったけど、でもまたいつかみんなが元気になってまた状況も落ち着いてきた頃にきっとやるので、その時まで待っていてください。確かにね、おしゃれ祭りっていうのはこの夏じゃなくてもそうね、シーズンフリー、私めっちゃ元気。確かにね、完全に落ち着くっていうのもね、来年とかになっちゃいそうだよね。おしゃれして待ってます。ぜひおしゃれしてみんな元気？私は元気。元気になって戻ってくるのを祈ります。ピンピンしてる？よかった。ね、なんか東京もさすごくね感染者がなんか信じられないぐらい、なんか前となんか緊張感が全然違うよね。うわって、うわやばいなってすごい緊張感が増してきた。そう私はね、そうあれあれ打った、ワクチン2回打つやつ。1回目の時はね全然平気だったんだけど、2回目の時は打ったあと翌日かな、直後は、まあ、あれはさ皮下じゃなく皮下注射じゃなくて筋肉のとこに打つやつだから、まあ、痛くなるのは当然なんだけど、まあ、個人差はあるけどそれはまあいいとして、
私の時はね、なんかね、謎に体中がね痛いなってすごい、腰とか全然痛くならない、あんま痛くならないんだけど、なんかね、こうもやもやしてる時とかね、痛すぎて痛すぎて痛すぎて、レッスンとかもあったんだけど、あ、ダメだなっていう感じになった。全然そんな、あの、めちゃめちゃ関節、あー、そっか、腰もそうだもんね、関節だからね、すごい痛いな痛いなと思いながら読んでた。そうおだりと一緒に痛いねって言って横になりながら休憩中そう、私の場合はね、私の場合は腕ももちろんまあ痛いけど、それは予想の範囲内というか、熱、あー出たかな。その休みでなんかメールで絵描いた気がする、それそうなんだよ、なんで腰に来たんだろう、ずっと座ってたからかな。そうなの、意外としっかりそうなんですよ、いろいろ出てたんですよ。私はその今回その舞台に出るってことで、そのあれで、そのあれで打ちました。腰にも来るらしい。あ、やっぱそうなんだね。そうそう、節々痛くなるんだけど、でもすぐ治った。痛すぎてもう無理、この後もう同じ体勢できないと思って痛み止めをもらってそれでやってたけど、それにはあんま詳しくないんだけど、なんかすごい乗ってきた。ちょっとね、それだけちょっと結構あーっていう感じだった。うん、その辺はねすぐ治ったからね、大丈夫だった。ちょっとこのじゃーん、これは入れ替えさんの T シャツを着ていますね、私は。お、知っている。そうそう、そしてファンイベントありがとうございました。本当はね、もっと自分でいろいろ企画とかゼロから考えてそうやりたかったんだけど、本当にバタバタしておりましてね。で、ほんとね、フリプロの方がいろいろ考えてくださって、企画とか本当申し訳ない。私もね、維新電信ゲームはね一番良かったなと思ったしかもね、いいところだったね、隣が渋劇だった。あそこに行くまで全気づかなかった。あれ、なんか場所一緒な気がするなって言ってる途中思ったんだけど、本当に隣が私の初めての舞台の会場だったんだね、劇場だった。ついてから、あれってここ終演後にみんなの前で泣いてたとこじゃんと思ってついエレベーターを降りた時にね気づいた。うん、感慨深いよね。
隣で初めての舞台、そして隣で初めてのファンミーティングをやる。すごいしっかりとしたところでさ、びっくりしちゃった。よみがえる思い出ね。あの時も頑張ってたな。でも今この自分が今真面目にやってって思うけども、多分見れないもんあの舞台。多分もうヌーのとかなんか笑えるから見れるけど、他のやつとかちょっと見れないな。下手そう。いや絶対下手だった。あの時も一生懸命だったし、自分のベストだったかもなんだけど、見れない。あ、衛兵は見れるね。最初の舞台あれキャパどれぐらいだったんだろうね、大人のカフェさんのやつね。それからそのね、何倍もの広さのところで演技をするようになって、あの時本当にさ、初めての舞台でさ、本当にうわ無理だよ、絶対無理だよ、私演技なんてできないよってすごく思ってた。すごい心配で不安不安不安って感じの毎日だったの。終わった頃には本当に寂しくなってしまって泣いちゃって。初めての舞台でファンの人もね、こう温かく見守りに来てくれて、終わった後とかもなんかいろんなさ、自分がまだ演技をやったことない時に他のメンバーとかさが舞台いろいろ出ていて、なんかその時にさ、なんかそのファンの人の反応があんまりこう、なんていうのかな、舞台についてあんまりいい反応を示していなかったから、なんかそれで自分も出ることになって同じ不安をファンの人に思わせちゃってるのかなって。あんまり AKB の活動ができなくなっちゃうとか、舞台始まるとさ稽古期間もそれだけになっちゃうから忙しくなるじゃない。だからそういうことも不安だったから、でも終わった後もうそういうの全部ひっくるめて、すごいね、その時来てくれてた人たちが優しくて温かくて、そうだし自分も初めての舞台で成長を感じられたり達成感もあったり、終わったっていうシャッっていうのもあったり、なんかいろいろ込み込みで泣いちゃって、ずっと一緒にいたカフェさん、ごめんこの発言はみんなに嫉妬させるかもしれないけど、そうカフェさんのことすごく大好きになってずっと一緒だったのに、終わったらもう会わなくなっちゃうんだと思ったらすっごく寂しくて、そうっていう思い出がある。そう隣のあれだったんだけど、そういい現場だったんだよ。そうだね、演劇はその繰り返し。マジマリはさ、もうメンバーいっつも一緒だからさ、その寂しさは味わわなくて済むんだけど、その時やったセリフとかねはおさらばになっちゃうけど、ポスター飾ってる今でもさ、なんかT シャツをその時に販売していたT シャツを着てくれてたりするのがすっごく嬉しいの。なんかあの時の私のこと覚えててくれてるじゃないけど、あの時のあれを大事にしてくれてるんだと思ってね、すごく嬉しくなる。衛兵は別の子がやってて嫉妬してるのか、嫉妬っていうかあれは許せなかった。なんかテレビでやってたんだっけ、一番さ好きなさ、自分
自分がやった舞台で初めてできたお話っていうかコントだったから、え、あれは許せない、あれでまたプンプンプンってなった、嘘でしょって、あー信じられないよと思ってプンプンってなった。そうですね、著作権は伊達さんにありますね。そう、でもソロコンでできたからいいやいいやと思ってでも本当にみんなに会えてすごく嬉しかった。いや本当はもっとなんか想定外にしっかりしたところだったからびっくりしちゃったんだけど、まさかの2階席があってるとびっくりしちゃって、私はAKB カフェぐらいの近さで私が真ん中に立って、そこにみんなに椅子座ってるみんなに囲まれて、もうマイクとか使わずになんか自由に質疑応答とか、まあ、ずっと喋ってるだけみたいな、なんかそういうのをイメージしてたんだけど、いや本当に想像以上にめっちゃライブできちゃうじゃんここっていう感じのところで驚いてしまいました。私もね結構キンキンまでどこの会場になるかとか知らなくて、そうそう会議室でパイプ椅子が理想だった私は。でもねこの状況だとそれはできないし、席もねこう開けて感染症対策とか取りながらやらないとだったから。そうだよね、ファンミのレベルじゃないよねあれで私も最初その場でできたらいいなっていうふうに思ってた。ね、だから今後なんかファンミーティングっていうかそのファンクラブでどういうふうみんなはどういうことをしたいと思ってるのかなとか直接声で聞きたかったりやりたかったこともあったんだけど、あちょっとね今は難しいからああいう形になっちゃったんだけど。ね、本当のミーティング会うじゃなくてお話し合いする方のミーティングね。まあまたこれはちょっとね状況が落ち着き次第って感じかな。それね、それはみんながコメントでそうしてほしいなって言ったからどうにかできないかなと思ってそのマネージャーさんに行ってみたらできた。それは私もそれをやりたいなと思ってたの、最後のやつね。いやこちらこそ、こちらこそ。面白っお手紙はちょっと今私書き書き中なのでちょっと待ってくださいね。鈴木に行った本当あれも提案していただいて、でもぶっちゃけ拍手の方が音大きいよねわーってやった方が絶対音大きかった。あ本当だ、ありがとう教えてくれて。あ
リックがタワーを建ててくれた。やん、嬉しい、ありがとう、すまぬ、ありがとね。シャンシャン鳴らしました。シャンシャンシャン。あのスズさせた、どうしよう。あれって逆にいつものライブとかで鳴らしたら迷惑なものなのかな。結構前のライブの時に、私の自己紹介の時に、あの鈴持ってきてくれて、一人勇気出してリンリンリンってやってくれてた方がいらっしゃったんだけど、そもそもライブでは鈴を持ち込むっていうのはありなのかどうなのか。ダメなのかな。あんま見たことないね。あ、ダメだって。私のイベントの時のみだね。私なんか楽器弾ける、私鍵盤系だったら、エレクトーンやってたからいける。中学校の時一回伴奏やったことあるんだよ、音楽祭、なんだっけ、コンクール的な、なんて言うんだあれ、文化祭やったんだよ。でもピアノ、エレクトーンのさ、音を出すベースとはまた違ってさ、ピアノはさ、鍵盤も重いし、なんか3つあるじゃん、ペダルみたいなのが。やったことないから、弾けるは弾けるけど、技術はないか。幼少期からヤマハ音楽発表会みたいなのにずっと出続けてて、私毎年出てた。そうだから伴奏、あの楽譜読めるし、伴奏もあれなんだけど、なんか最初の8のさ、最初のイベントの時とかさ、弾ける子って聞かれて、なんか弾ける子はそう、やあのいろんな曲の伴奏とかやってるのを見てたんだけど、ダンスとか歌の練習プラスその伴奏の練習をしてるのが本当に大変そうだなと思って、ずっとねえ、あんま私できますって言わなかった大変そうだな。いや、別に隠して。次のファンミーティング、いつできるかな。8月はちょっと6日かもしれないけど、9もちょっとあれかな。10とか、でも年内あと1回まだ確実、絶対やりたい。家にエレクトーンがあったな。うん、あるよ。年内やりたいなって思ってる。そうね、そうそうね。
ズームとかみんなでオンラインで話すやつ。でもそのうちきっとさ、シングルのあれも始まるよね、きっと。だけど様子見ですな。もしその、CD 出しますってなって、もしお話し会やることが決まったら、まあ、やるよね、きっと絶対やるよね。それ見て全然取れなかったっていう感じでの人がもしいたら、それはやりたいかも。話し会待ってこっち待ってってなるとね、いっぱいになっちゃうもんね。みんなの反応を見てそれは決めようかな。一応ね、 AKB の方が絶対的に優先順位は高いから、そこを第一にして。ファンの総称ゾンビのままですか。どうする。可愛いのにしたいけど。ゾンビの皆さん、何がいいかなね。早くね、直接話したいね。握手はもしかしたらあれかもしんないけど、でも今までみたいにレーンは作って、まあね、あんまりよくよろしくは、あんまり嬉しくはないけど、なんかビニールとかここにあったらここで話せるとかできるかもしれないね。それだったらいいのかな。直接話したいよね。あ、そっか、レーンで密になっちゃうのか。ああ難しいね。うわ、無理かなこれ。そうそう、やってるとこやってるからね。開けて開けて開けてって感じかな。ねまあね、少し先の話になると思うんだけど、カレン、本当にさ、ファンクラブの時にみんな、カレンダーとか言ってたけど、欲しい。そんな買う人いないと思うんだけど。まあでも確かに作ってみたくはあるけれども、カレンダーマスター、嬉しいけど、嬉しいけど絶対そんな買う人いないよ。カレンダーイベント、そんなことしてるの。写真集とかはなんかわかるけど、カレンダーでそんな感じのイベントとかするんだ。へえ。AKB でもやってたよね、今まで。いつからかなくなった。みんな。でもずっとなんかあれに出ることが夢、ずっとね、夢だったから。なんかどこかのタイミングで出れた時すごく嬉しかったんだよね。
か全部グループの人が集められたみたいな、そういうカレンダーなかった？あ、そうそうそう、チアのやつとかさ、一回12月ぐらいで赤の衣装を着て撮った時があったんだけど、それも嬉しかった。あとね、アルバムのジャケットに映ることとかもね、夢だった。今はなくなっちゃったけど、映らなかったけど、その時にアルバムを出す時にユニットをもらえたっていうのもね、すごく嬉しかった。ごめんね、好きになっちゃって。あれ本当嬉しかったな。ね、最近出してない。うん、私も好き。私ああいうのでさ、自分のソロだけのところとかなかなかないから、金がいるからのあなたが付き合えないってって嬉しかった。ドゥイドゥイ、深海。あー、深海、そっか、今写真会ないから。え、それいい、いいね、写真会ツーショットいいな、それ使えるな。次なんかの時それ使おう。そろそろそのオリジナルソングじゃあ舞台を楽しみに。今回はそのバンドが入って生演奏とか、そのドラムで迫力を出していくっていう感じの、だからね、前よりね、このステージング歌がね多いですよ。そこが今回見どころだと思う。ドラムの方はまだ謎です、シークレットです。そこのお練習はまだお始まっていません。何でもつければいいと思うんじゃないヌルさんドラム叩きません叩きません。そう、なんだってオラウドにしてるね、実際の、今まで平場でやってたんだけど、実際にいろいろなんかツイッターでこんな感じのステージになるよみたいなのさ、載せてなかった？マジムリの公式のやつ。あのセットを今日も実際にそういうセットの中でやってみようっていう感じの回でして、うん、今日も楽しかったな。今日は〇〇さんが、まるまるさんをボコボコにしていましたよ。あ、うん、バータリーっていうか大きなスタジオに実際の本番と同じ、ん？なんて言うんだろう。本番と同じ階段とか。なんかいろいろ
スピーカーとかそういうものを同じように設置してもらって、そこで稽古を進めていくという。全く同じものをね作るの。そうね、舞台ね、無事に開催されることを祈りまして。分かりませんが、欲望フレッシュ的な、まあもうずっと本番までその場所で本番と同じ、ずっとその会場で練習できるわけじゃないから、それと同じものをなんか別の場所に組み立ててそこで練習という、そんな感じでございます。なんか私今日縦の稽古したんだけどさ、ヒュンヒュンってやってるからさ、今日帰ってる時にね、危ない傘の持ち方をしてる人がいて、なんか私避け方めっちゃ絶対かっこよかった、今日。ありえないでしょっていう持ち方して歩いてる人がいたの。なんか傘をこうやって持ってるわけよ、危ないなと思って。そうすごい、なんかそのまま危ない姿勢でこう立ち向かって来られるから、こう来たからうんってやっかっこいい首でよシュってかっこよくないどっちもやばいやつね、ちゃんと持ってって、傘は下で、雨降ってない時は下で持ってと思って、そういやちょうど今日そういうなんかそういう感じのなんかやつをやってたから、あ来たなって、プライベートで来たなっていうこれやった直後に、あこれ絶対ショールームで言おうと思った確かに強い人がやる避け方だね あ、わかる。そうね、階段の後ろにさ、こうやって持ってる人も危ないよね。持ったよ、それ。みんなも気をつけてね、加害者にならないように。ふざけちゃ大丈夫、大丈夫です。え、すごくない？今までさ、この時期さ、私なんかずっと、あー無理って、舞台の時いつも私さ、無理だ無理だって言ってなかった？今回やっぱりベテランだな、すごいな。今までずっと無理、お腹痛いってずっと言ってたのにさ、なんかそういうのが今回なくて、すごく自分のね成長をすごく感じるね、強くなった。春の時めっちゃ言ってたよね。でも多分だけど、今まではね、あのヌルっていう役をやってなかったから、どういう風に演じたらいいんだろうっていう不安もあったのかもしれないね。ねえ、もうなんかやり方分かったから不安にならないのかな。まあ、外伝もやってるからか、慣れたのかな。
ああ確かに初めてだったよね。いやでも今回初めての人は本当に大変だと思う。まあこの作品はそうだかもしれないけど、また別の作品ってなったらもう全然もうリセットされちゃうと思う。生徒会チームはね、タオちゃんすごい盛り上げてまとめてくれてます。まさかの生徒会長じゃないんだけど。そう、タオちゃんがよし読み合わせするぞって言ってまとめてくれたり、すごい助かってます。さすがタオちゃん。私の右腕ですよ。前回の時さ、なんかお代理とか、まあ、いろんなメンバーが生徒会メンバー隣にいてさ、いいなって、あ生徒会のいいなって思ってて、キービジュアルとか撮る時って結構高めのヒールを履いて撮ってたんだけど今まで。でもやっぱり縦をやったり違う動きやってると、あの高いヒール本当に不便というか動きにくくて、自分の自前のロングブーツを履いて本番中とかもやってたんだけど、そうだからかっこつけるんだったら、そうリリーとかを見下せるように高いヒール履いてた方がかっこいいんだけど、ちょっと縦の方を優先してて、ずっといいなって、なんかタオちゃんと同じぐらい背高くしたいなってずっと思いながらこの間やってたんだけど、最近東京リベンジャーズっていうのを見て、アニメので、あれさ、わかる？東京リベンジャーズっていうアニメ、アニメっていうかその漫画か。あれを見てて、あ、ありだなって思った。どっちも背高いのじゃなくても、マイキーとドラケンみたいに、あ、なんかこうそのキャラクター的に強い方がこう背が小さくても、あ、こういうかっこよさもあるんだと思って、そう最近それを見て、あっていう。別に自分はマイキーだと思ってるわけじゃないんだけど、そういうペアもあるんだなと思って、いいなと思って、やっとそのアニメを見たおかげで、なんか、あ、こういう形でもありなんだと思って落ち着きました。納得しました。そうだから、そのお話の中でもさ、一番隊隊長とかそういうのが出てきたからさ、あれなんか似てねみたいな。似てるくないみたいな感じに。ね、そう背が小さい方が強いっていうのが、私はなんか逆だと思ってた。やっぱり背高い方が強さがウィーって見せられそうだなって思ったから。え、定番なの？そうなの？めっちゃええやん。実写見てない、見に行きたいけど見に行けないよ。全然映画見に行けない、我慢してる。私アニメ見るイメージ、え、なかった？めちゃめちゃ見るよ私、アニメ大好き。っていうか思ったんだけどさ、進撃の巨人見てる？みんな進撃の巨人にケイニヒって出てこない？
リヴァイのおじ？ケーニヒっていなかったっけ？いたよね？いなかったっけ？どうだ？あれ名前違かったっけ？なかなかで、あ、違かった、ケニーだったケニーヒじゃなかったあ、ケニーか、違かった、一緒かなと思ったのに違かった、普通の名前でした違かった、残念。惜しかったね。あ、やっぱマジムリで初めて聞く名前だったんだ。なんか聞いたことあるなと思ったんだけど違かった。今日は稽古的には、稽古的にはね、稽古的には今日ネロと初めて絡みがあったから、今日は新鮮でしたね。そう、稽古的にはね。やっぱりそのキービジュアルでこう二人でムンって言ってるぐらいの二人だからエネルギーをすごい感じますね。こうわーって一緒にやってると。ネルさんも今回悪いんでしょ。でもめっちゃ悪い、なんかもう心配、なんか前もさ悪いなーって、まあ、軽くね、軽く悪いなーと思ったけど、なんか今回悪くて引いちゃう、なんか大丈夫かな、心配本当に心配、え、大丈夫かなっていう心配です。ちゃうんじゃない、なんか減るじゃなくてね、なんか反感を買いそうで怖い詳しいことは言えませぬが、あ、どうしようかなっていう。でも多分そういう役なんだろうね、今回そういう役割なんだろうなと思って、基本的にみんな悪なんだけど、新境地、でも多分きっとみんなが好きなヌルもあるだろうし、え？みたいなヌルもあるだろうし、はぁーみたいなところもあるだろうし、なんかいろんななんか一面をこう見れそうな、なんかいろいろかっこいいだけじゃないっていう感じの感じっていう感じ。いやもう本当にね、音楽が素晴らしい、本当にいろんなところで告知するときに、もうその時はまだ実際に自分もどういう感じか分からずに、ただすごくなるよってことを聞いてたから、それを押して今まで告知を
させてもらってたんだけど、実際どんどん劇中歌とかいろいろどんなものかって判明してきたんだけど、かっこいい、すごいかっこよくてってなってる。私もそのそれに関してはね、すごく楽しみ。稽古やってる時にさ、仮歌でシーンごとになんか音楽とか流れるんだけど、例えばなんかこの間のやつみたいな、この間のやつだったらヌルが登場した時にさ、トゥ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 とかさ、なんかそう、なんか音楽出るじゃない。今仮で一番最初の舞台の時に流れてた音楽とかが流れてくるから、もうすっごい懐かしくて、なんかもうそれが今すごく楽しいかな。そうそう、曲名ヌルのやつで今回は使われてなかったな、仮歌としては。何が使われるんだろう、それも楽しみ。キルミキルイを超える、一つ私はね、キルミキルイを超えるものがあった、あったんだよ。それが楽しみ。来たーって思った。キルミキルイも好きだよ。でもまだ全部やって、結構全部終わったわけじゃないから、ちょっとまだまだこれからなんですけど、楽しいですよ今で。うん、ねえ、バンド楽しみだな。あー、一番はその今回の私が楽しみにしているある曲が1位で、2位がキルミキルユで、3位がホーズエかな。ズキちゃんと一緒にホーズエの振りを思い出したりとかズキちゃんが今ね、席近いからね、あやめやってる時とイーリスやってる時どっちの方が楽しいとかだけで、ね、すごい話したりしてる。二人とも結局今が楽しいねっていう結論になったで、花組を黒歴史飛ばしてないんだけど、今のこの役楽しいねっていう話を二人でしました。ズキちゃんかっこいいですよ。ズキちゃんの役もしびれます。リリーは相当心やられてると思います。やばい、電池がない、やばい、もう終わりにしなきゃ、ごめんね、もうあと 10% しかないって終わりにしなくちゃ。まあそんな感じで今はそうね、コンサートが中止になってしまったんだけど、ちょっとマジ無理だけは今はなんとか開催に無事開催できるように慎重になりながらも、もうね、だからこの夏は出る子は舞台がメインになってくるので、この夏はマジ無理にかけますといったところでしょうか。
中で行ってきます。宿題はね、今ねちょっとしたアンケートぐらいかな。大きいものは今抱えてないから、自分も結構今 100% 舞台にかけられるというか、舞台のことだけ考えてればいいから助かってます。うん、初めに外伝の時みたいにコメディ要素欲しいその期待に応えられると思います。ゲストパートのところも楽しみ。もう本当にリリーが来る日とミョウさんたちが来る回めっちゃ楽しみどんな感じになるのかなって感じ。楽しみそれは秘密楽しみなシーンがいくつかありますね。ルル様見たことないからみたい。あ、本当？そっか、見たことないかで、見たことないで初めて今回のヌル見るの、それはちょっとやばそうだな。ちょっといろんなヌルを見といてちょっと体勢つけて待って、ちょっと待って、今回のヌル初めては絶対やばいと思う。え、予習できる方法、うーん、 Hulu に入る。でも Hulu の時のヌルは別にそんなヌルじゃないからな、ただ裏切った性格の悪いヒナって感じだから。ライは別に時系列的に見てなくてもいいんだけど、結構それも困ったもんだねあれはこの間の外伝は、外伝も別に完成されたヌルじゃないからな。あれはライを見てじゃないと理解できないよね、きっと外伝って。とりあえず世界観を理解するために Hulu で見ておけばいけるっしょ。あとは一番最初の舞台を DVD を買う本当なんかヒナとヌルってなんか今回の舞台だとあれだったけど、なんかもうね別キャラクターって感じなんだよね、もう本当に全く違う。その過程というところが今はしょられちゃってるから、そう、ヌルは私がやってる役。売ってるなら買う、売ってると思います。でもそれにはヌルは出てきません。裏切る前の元気な朝日ひなちゃんしか出てこないので。まあでもこんなに変わっちゃっていいんですかってライの時聞いたら、丸尾さんに別人のようにもうバーっていう感じって言われたから本当に別人みたいな感じになっております。ライが完成されたヌル、それまでの過程いろいろ
ったりいろいろ、まあ、パンフのアンケートでも答えたんだけど、いろいろあってLINEの完成されたヌルになったよっていう感じですかね。待って、私すごい漢字の、え、今日ずっとさ待ってずっと漢字読み間違えてたんだけど、やば、恥ずかしい。けなげの、けなげっていう言葉知ってるのにさ、ずっとケンキケンキって言ったんだけど恥ずかしすぎる。めっちゃ間違ってたじゃん私。恥ずかしい。けなげですね。でけなげ知ってたのになんでキンキンって言ってたんだ。この間の落ち着いたヌルだったね。そう、レベル10のヌル、今回はレベル5ぐらいの、うえーいって言ってる。明日も頑張ってきます。もうそろそろ終わりにしよう。ではでは、皆さんもいろいろ気をつけて。てか、もともとファンクラブのこと話そうと思ってたね。めっちゃ舞台の話しちゃった。また時間を見つけてやろう。ありがとうみんな。おやすみ。うー。おやすみなさい。リックありがとう。立ててくれてたわ。ありがとうね。みんなもおやすみ。切ります。じゃあねー。